中2人が手を挙げてます。阿部シュート、おーゴール先制東京。また畑野が行きましたよ、伊藤が仲のいい2人、阿部のところに畑野剛が走っていきます。畑野も行きましたよ。格好のセカンドボール、いやこれは難しいシュートですよ。足場からすれば、まあ、最初に蹴ったボールのこぼれ取れなくてですね、そこから戻りきれなかった分がちょっと痛かったなと思うんですが、ただまあこのシュートがないとどっちみち入らないなと点なので、これはもう仕事は見事だなと思います。少し外に逃げていくフィニッシュ、はい、